シュウザイです。無事ギアンゼに着きました。こんな感じ。天気は曇りやけど、まあまあ風もちょっと吹いてて、まあ日本ぐらいね今の、まああったかくもないし寒くもないし、いい感じや。今から、町まで1時間半徒歩で行ってきます。今の時刻はこっちで、朝の7時で、まあ8時半ぐらいに多分着くと思うんで、それではちょっとしんどいけど行ってきます。だいぶ歩いてきた。天気も最高。天気も良くなってきた。イエーイ。ハプニング、いろいろハプニングがあったりして、スーツケースのタイヤが1個取れそう。まあまああと多分あと30分ぐらい歩かなあかんから、頑張っていきます。イエーイ。裸の人。はい、あともうちょっと、あと3分の1ぐらい。ピザ屋さんめっちゃええ匂い。でさっきプロテイン買ったんやけど、めちゃくちゃドロドロ、やばい、逆に喉乾いた。はい、有酸素になってええわ。もう疲れた。あともうちょいで、まあ、さっきスーパー入ったのはSIMカードあるからと思って入ったけど、なかった。今音信不通ですよ。ネットも繋げれない。生きていけるかな。とりあえずケアンズのセントラルスーパーみたいなところまで行ってきます。やば、空港から多分2時間ぐらい歩いた。もうほんま、いや、やっと見つけたよ。ショッピングモール。これで携帯使える、多分。こっからが戦いになったりして、設定できんかったりとか。とりあえず頑張ってきます。あるかな？
オーストラリア一発目の食事は寿司ハブー、寿司食べます。さあどんなんかな。寿司なんかスパイシーシュリンプ、ツナサンドイッチ、エビの天ぷら、これだけ、これで1000円。財布に。はい、ということで今、ホステルのチェックインして、まあ、ちょっと休憩して、ホステルが提携しているジムに今から行ってきます。はい、どんなね器具があるかわからんけど、パップアップしていきます。